あれ、うえ似てるわ、私も恥ずかしくなるわ。皆さんどうもこんにちは、ママです。さて今回はですね、お兄ちゃんはおしまい鬼舞第1話を見ていきたいと思います。この作品を見ようと思った理由はですね、ド変態みたいじゃないですか。聞いたところによるとド変態作画みたいで作画がドエライらしいんですよね。まあこんな話題になってたらね、まあ見るしかないかなみたいな話題に乗っかる女ということで、早速見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。お兄ちゃんはおしまい第1話です。ゴー、頭のチャンネル。ほないきます。3、2、1、やはい、始まりました。鬼舞。アラームが鳴ってんな。寝坊してる感じ。結構オタク系のお部屋でありますね。あ、ゴミ袋もあって。あ、ちょっと汚い感じですね。はい。こんな感じだと、この部屋は男の人のお部屋かな？女の人のお部屋の可能性もあるけど。昼？昼まで寝てたん私みたいな生活してんな風邪でもひいた？体がだるい。風邪？コロナか最近流行りの。なんやこの手の動き、めっちゃ綺麗やない？俺の手こんなに小さかったっけ？いけいけあれ？かわいいな。 iPad に映る自分かわいいな。ああ、ズボンが降りちゃったよ。これ男物のパンツ、トランクスですよね。そして髪の毛もすごく伸びきってますよね。へへへへへへへ、これあれやんな、お兄ちゃんがさ女の子となっちゃってるっていうようなあれですよね。おや、まひろ、ここの自宅警備員女の子ですね。はい、女の子です。まるっきり女の子ですよ。はいはい。てか元の男の人の姿ってどんな、え、見んの？いや見るよね見るよね。妹ちゃん タイミング悪ぅ妹ちゃん1カメ2カメ3カメあよよ、あいやいや、めちゃくちゃ観察されてんね。ほうほうほう。あ、見るの？あ、見るの？ま、女の子やからいいけど。成功。可愛らしくなっちゃって。中学生ぐらい？予想。なんか、薬飲まされた。そして、体もちっちゃくなってコナンみたいになってる。一服持った。盛られた。飲め物に。容赦ねー。妹ちゃん。ひひ、言うねー。食らったねー。あら、2年も。引きこもり。ニート。ゲーム三昧。働いてもらう。その体を使ってですか？やっぱり私と同じ発想やべえ治験。薬が持っとれば元に戻る。女の子の生活を楽しむ。こりゃ楽しそうですね。いや、笑ってる。いや、これ嬉しいやろ。
嬉しいやろ、誰しも考えるよね。いや女の子になれたら、いや男の子になれたらみたいな。あら女の子の生活ゲームで楽しむのいつもの生活と変わらんのちゃうん。いひひいひ、いいこと、女の子の快感、男子の100万くらいすごい、え、あれれ、え、それは興味そそられますね。パーパー、いやこれはこれはね、やってみるしかないんじゃない、お兄ちゃん。こんなん言われたら。はい、ということで始まりました。あふう、いいな。あり、なし、なし、あり。まひろちゃん、単純に超かわいい。みはりちゃん、まひろちゃんとみはりちゃん、この兄弟、兄弟って言うんか、姉妹って言うんか、超かわいいぞ。ていうか、妹ちゃん、でけえな。そしてお兄ちゃんはそんななんですね。そういうなんか二人の差もいいね。なんか、え、あ、え、いや超かわいい。これあの、はたから見たらさ、ただの中身は男、体は女っていうストーリーやねんやろうけど、もうさ、しょっぱなからさ、女の子としてさ、見ちゃってるよね。なんか男の子っていう感覚でねえな。へい。あ、CM。はい、始まりました。なんか、まひるちゃん、あれ元から女の子やったんちゃいます？なんか、部屋にかかってたさ、名札みたいな表紙も。魔物カルマシーンだーって言ってるけどさ、やっぱ声が可愛いからさ、もう女の子として見ちゃう。あ、トイレか？トイレか？そうだよね。なんか男の人のトイレと女の人のトイレってさ、違うもんね。非常時？何をするんだ一体。てか女の子やからできへんのちゃう？それやったら。立つ？立ってできる？座るやんな。あ、ですよね。ですよね。めっちゃナチュラルにトイレしてるけど、衰がへんの？自分の体の変更具合に。作画がすげえな。トイレのあの壁掛け、名札みたいなカラカラカラっていう動きさえ美しい。もう結構受け入れるの早いよな、女の子の体に。グズグズしてる。どうしたの？結構ショック受けてる、もしかして。え、マジで、ちょっと待って、監視カメラですか？やっぱり妹ちゃん抜かりねー。知見やな。あ、診察されてる。プレイ2日目かな。あ、ぽっこりお腹、かわいい、すげえ、すげえ、壁に当たんねんけど。まひるちゃんはいつまでその格好すんねんやろ。もうちょっと女の子のパンツとか履いてもいいんちゃうん。洗ってない犬の匂い、シャワー、あ、シャワー、
お風呂、お風呂。いつか前、犬の匂いするわ。あ、入浴シーンですね。はい、ご待望の入浴シーンでございます。高校の時が、自分の体を見る時が自分の体やねんからな。どうぞどうぞどうぞ、ご閲覧なさってください。余計にやるし、自分の体で興奮するえ、これ放送してもいい？お兄ちゃん、すってんころりん。いや、湯気のおかげですね。湯気が助かりましたわ。てかさ、ここめっちゃいい家よな。お風呂広いし、なんか洗濯機だってさ、いい感じの洗濯機使ってるし、一人一部屋あるし受け入れた自分の体を受け入れた。あ、いい位置にあるね、シャンプーが。お、ちゃんと用意してくれてる。いや違うやろそれお兄ちゃん用ですよ。個人的なこと言っていい？すげえさ、腰の柵がすごいいいと思ってんけど、あえてかな、あの影を出してるところ CM や。 CM 終わり。あ、こうこう、この背中の感じめっちゃ良くない？背中のさ、このなんて言うんやろう、この影のところわかる？いや、かわいいじゃんお兄ちゃん、かわいいじゃん妹と同じ発想。妹で着せ替え人形しっかり覗く。下も履いてるね。もうお兄ちゃん完全に女の子と化してんな。服は片付けられた。着替え全部妹が用意する。女性用下着を。確かにね、あの短パンと T シャツね、あの格好はちょっとね。あー、ちゃんとね、生活にメリハリをつけようっていう話ですね。へいへい、確かにサイズ合わへんかったな。パンツもゆるゆるやったしな。かわいいじゃん。うん。そうだね。おしゃれしてね、お姉ちゃん。お姉ちゃんだった。お兄ちゃんやのに。もう、お兄ちゃん、お兄ちゃん。キュン。受け入れちまえ、お兄ちゃん。楽しそうですけどね、お兄ちゃん。我慢するかなっつってるけど。妹ちゃんも嬉しそうですね。ね、これでお兄ちゃんの生活が変わればいいね。今日のお着替えです。いや、かわいい。またかわいいの用意して。パジャマも変わってるやんね。女の子用に。良いではないか、良いではないか。お着替えタイムですね。一番お兄ちゃんが楽しんでるんちゃう？女の子のお着替え。いや、いや、これは、え、うるわしい。うるわしすぎるやろ。見られてますよ。
にゃんかわいい。あ、シワの動き方が完璧ね。シャランってした時のシワの動きが素晴らしい。兄ちゃん泣いてる。終わりのない禁欲生活。BL ゲームで遊んだら沼ってんな。やべえぞこの BL ゲーム。 R18 章。ちょっと興奮した。良いではないか、良いではないか。そちらの方も行ってね、あの女の子になってんやからね。そうだよ、今を楽しもうよ、女子のたしなみ。趣味嗜好まで女性か。女の子の体になったら女の子のようになってしまうってことですね。あ、今までのエル雑誌とかはどうなんねやろ。気分転換？なんや妹ちゃん、何を言うんや、何を提案すんの。あ、外に出るん、今までニート引きこもりのお兄ちゃんを。お兄ちゃん超ジャージ似合ってるし超可愛いのにさ、今までなんで引きこもってたん。灰になる。日の光を浴びて灰になる。ビエル沼に沈む。連れ出されましたね、お兄ちゃん。いやー、いい光を浴びてますね。朝からこうやってしっかり朝日を浴びることが大切なんですよね。セロトニンという物質が体の中に分別されて、かわいい、キュンです。妹ちゃん。メロメロやん、お兄ちゃんに。本当にお兄ちゃん、もしかして女の子になって性格も変わった。元の性格どんな感じだった、お兄ちゃん。それ2年間引きこもってたらね、走るの疲れるよね。まあでもいい汗かいてますよね、素晴らしい。うんうん、よくできた妹だと思う。運動が得意、なおかつ薬も開発できる。500点。満点やん、すごいね。飛び級大学。え、お兄ちゃん、もしかしてお兄ちゃん、これお兄ちゃんの姿。え、これ絶対イケメンじゃない、お兄ちゃん。妹のおもちゃになっちゃったお兄ちゃん。んー、お兄ちゃんをおしまいにしてこのまま第1話にしてタイトル回収ですか。お兄ちゃんはおしまいってそういうこと。
兄ちゃんどうした？乳首が痛い。走ってる時女の子あるある？ブラジャーつけてなかったんか。そっか、痛いね。それはこれは女の子あるあるなんですけど、ブラジャーつけてなかったら擦れて痛いんですよね。走ったりしてもね、痛かったりするんですよね。そっか、これは女の子にならないとわからない感覚ですよね。はい、美しいね。入りにくいよね。うわ、店員さんおっきい、いいね。お兄ちゃん何歳ぐらいだよな、実年齢的に。小学生とか知人だとか言ってたから、小学生でブラジャーはちょっとまだ早いんちゃうかなとは思いつつ、なんじゃこのぬるぬるの動きは。うわーこれ、うえいやこれは、いや見てる私も恥ずかしくなるわ。いやーこれはなんか変態作画でもあり、内容的にもなかなか攻めてますね。緊張してる。頑張ってる。そっか、ブラジャーのホック難しいね。なんやろうな、なんか中身が男の子っていうのがあるからさ、なんかこういうシーン流されても許せちゃうじゃないけど、なんやろうな、全然あ、わからないよねとかいうの共感できちゃう謎。なんて、なんじゃ、なんて、何の聞きって、聞き逃しちゃった。もう無理か、スポーツは乳首が痛くなるか。お兄ちゃん改造計画やべえ。この妹ちゃんやべえぞ。お兄ちゃんは完全にそういうのね、見てる。エンディングもいいな。あ、ちょっと待って、なんで、なんで、めっちゃ通されてんけど、エンディング見せてよ。ちょっと待ってね。オッケー。あ、ぜひ三つの花園へ。あしょ。オープニングもいいけど、このエンディングもいいな。超かわいいやん。え、何この動き。え、なんやろな、なんかさ、あれに似てる、この動きの感じ。ラキスタや、ラキスタのダンスのシーンに似てる。むちゃくちゃぬるぬる動く。やべえ、こんなぬるぬる動く？ダンスっていうよりなんかもう、やば。はい、はい、はい、イエーイ、はい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 。はい、ということで見終わりました。次回、真昼と女の子の日でした。感想に行きたいと思います。おたまのチャンネル。はい、ということで見終わりました。鬼舞第1話でしたけれども、ド変態やん、ド変態作画やん。作画だけじゃなくてストーリーもド変態やん。
ストーリーとしては男の子が女の子になるっていうシンプルなストーリーなんですけど、内容が攻めてるし作画も攻めてるし変態アニメですねいやらしいねんけど、なんやろな、リアル寄りのいやらしさ、生々しいいやらしさがあってすごい良かったと思います。でもな、なんか不快ないやらしさとかじゃなくて、まひろちゃんが可愛いから同じ女の子としての目線で共感しながらアニメを見ることができましたね。オープニングとエンディングもむちゃくちゃいいですね。何あの変態作画、ぬるぬるやん、ぬるぬるですやん。なんかね、このアニメはね、変態が作ったアニメって感じがしますね。これは褒め言葉です。それでは引き続いて第2話の方を見ていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあ。